いかがでしたか？今日は攻撃の面であまり機能していなかったのでブロックに少しでも動きを置いてプレーすることができて結果的にブロックコンスも取れたのですごく満足はしてないんですけどいい経験にはい、これからですね、レギュラーラウンドの終盤戦に入りまして大事な試合が続くと思います。最後、会場で応援してくださいましたサポーター、ファンの皆さんに一言お願いいたします。今日も応援ありがとうございました。明日は日立なんかのホームの日立さんとの試合になるんですけど今日の反省を生かして明日もチーム一丸となって戦っていきます。明日も応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。次の試合もご活躍
待しております。ダブルスプリングス20番アナキ選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。